小吉、大吉、アミキシです。ということで今回も動画を撮っていくんですけども、今回はマルチ動画です。647位、じゃあんま高くないけど3戦ぐらい行こうかな。で、今日ね、クラン最強決定戦があったんですけど、第2回戦目ね、負けちゃいましたね。で、自分がね、1V 入れたんですけど、取れなくてね。ちょっと、申し訳ないなって感じですね。PS がなかった。単純に下手ですね。で、そう、バルーンなんで使わなかったのって思う人いると思うんですけど、ね、あれはね、一応理由あって、まず思ってた相手と違ったんですよね。1V の人が。で、オーダー発表しないじゃないですか。で、ね、そう。で、予想してた人が、ホグめっちゃ上手い人なんですよね。マスケホグのクエイクとか。違うか。クエイクホグの、マスケ雪玉のやつとかね。使ってて、一回戦目でね。で、それ使われたら、バルーンさすがにきついなってことで、そう、バルーン使わなかったんですよ。で、そしたらまあ相手違くてね。で、負けちゃって、で、そう、その、1V の一回目が相手枯渇だったんですよ。で、連投ってあんまないじゃないですか。考えにくいじゃないですか。で、もう枯渇は来ないし、ってことでバルーンは使えなかったんですよね。使えなかったっていうか使わなかったんですよ。そう、そしたらね、負けちゃいましたね。いや、まあ相手うまかったんですけどね、普通に。いや、これやべえじゃん。これどうしよう。これちょっときついよ。これなんか何しても通んないし。どうしようかな。折られそうだし、もう。これ、カドラバ来るかな。やなめか。うわーお。なるほどね。間に合い。これワンチャンある。ワンチャンある。キング折れちゃう。あ、バルーン入った。いや、バルーン入るんかい、今。これは負けたな。いやーマジ初戦負けんのやべえよ。初戦負けんのやばいって。うわ、いやこれはでも勝てたな。五分に変えよう。スケが五分はもう気分ですね。好みとか。そう、それでね、バルーン使えなくてね、ストレート負けしましたね。いやー、うわ、ジャンヌさんだ。よろしく。よし。まあ、ジャンヌさんは、知り合いだけど、ちょっと今撮ってるから。そうですね。キョスケ、スパーキー、ミラーの人ですね。え？なんで？そんなん入ってんの？うわ！ひど。これちょっとマジで。聞いてない？それは。あ、今入った？入ったのかな？デッキ違う。デッキ変わってる。これなぁ、どうしようかなぁ。ハンターでしょ？雪玉で飛ばしたいですね。トルネか、これ。ミラートルネがあんのか。ですね。
キョウスケもあんの？なんだこれ。やば。いやー、ちょっとね、他のデッキも使えるようにならないと、ダメですね。マジで申し訳ない。これ、ロイシャリ出せないよな。クエイクかな。これはボムタワーだけでいいかな。多分一発しか入んないでしょ。ですね。一発は許容できるんでね。いや、クエイクの位置うめえな。で、ここはね、ハンターとトルネが来る可能性もあるんでね。あー、これトルネっすね。デッキすげえな、マジで。すごいデッキ、ほんと使いますよね、これ。こんなんよく使えるわ。難しすぎて、俺絶対使えないわ。これこっち行きますか。キョウスケかな、相手は。で、トルネとトルネかな。か、トルネだけっすね。トルネだけか。これやばいな。ロイジャイ来るな。うわ、うめ。読まれましたね。これは、おそらく、速さ的に読みかな。それやったら、トルネ回んないんじゃない？よし、オッケー。GG。まあ、トルネが下方来てね。いや、チャンネルさん、GG。フレンドでやってくれるって、いいですよね。引き分けよりでなんかやった方が面白い気がする。703か、なんか見たことあるな。遅延クロスやったらどうしよう。ああ、そうじゃん。やっぱ。キズ。やだよ。やめてよ。遅延クロスだ、この人。気づいて。そう、唯一ね、ちょっと勝ち方わかんないのが遅延クロスですね。他は、まあ、なんか、なんとなく、うわ、しかもバルキリーかい。他はね、ある程度あるんですけど、なんかね、遅延クロスってね、何しても守られるし、相手クロス通さなくても勝てるんですよね。ロケット削りで。だそれをさせないように立ち回りたいんですけど。まあ、ここ打っとくるけど、いいか。で、これトルネですね、相手は。これはでもいい。あれ？まあ、キング起動かな、これは。おそらく。ですね。今、リガー、もったいなかったかな。そう、こんだけね、ダメアル取ってても、余裕で、返されるんですよね、ロケットで。こっちがね、削っても、ロケット削りがマジで強い。まあ、今度はもうタワー削んないとね、ダメなんでね。で、ここで許容してきたら、ワンチャンセミクロス来ますね。ああ、今読んでもよかったな。読んでよかったな、今の。もったいねえ。まあ、ここはね、これで。うわ、うまいよ、それ。これめっちゃうまいな。で、トルネも来るか。でも、こっちね、タルババ回せば、いけるっしょ。よしよしよし。いやー。これもうペースがやばい。ここを延命されないようにしたいですね。そうですね。ここでしっかりとね、削ることによって、
うわ、ちょっと入るか。いや、こういうね、ちょっとのダメージも痛いんですよね。うわお。マジ？いや、そう、これがね、これがあるんですよね。で、トルネ。マジでやばい、このデッキは。ああ、もうこれ、相手、ロケット削りっすね。いやー、これはね、正直ね、やばいっすね。勝ち方がわからない。これに関しては。ただこれ爆破入りましたね。あ、一歩サイト、来た！よっしゃ。来た。よっしゃ。いや、これはいいんじゃない？日本人だけど、まあ、いい動画になったんじゃないかな。オッケー。臨床いっぱいか。まあまあまあ。はい。ということで、今回の動画はこれで終わります。2勝1敗でどうだ？ちょっと上がったか。うん。そう。なので、クラン最強決定戦負けちゃったんですけどね。もっと上手くなります。まだね、残ってる方たちは、頑張ってください。ということで、この動画が良かったら、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。バイバイ。